ジャイアンツのクローザーが帰ってきました。2対1、わずか1点リード。本来の持ち場、仕事場に背番号15が帰ってきました。右上肢のコンディション不良からリハビリを経て、6月23日以来の1軍での登板になります。2軍では2試合投げました。9月13日の復帰2試合目、その時には1回2安打2失点。そこから中3日明けての登板になります。最終9回、大勢が4番手でマウンドに上がりました。さあ、荒木さん、このいわゆるその本来の持ち場の役割として大勢が帰ってきましたね。そうですね、まだなかなかこう調整登板も、数多くできてなかったので、状況的には楽なところで使い始めるのかなというのは予想してたんですけども、はい、まあ、やはりこれが、原監督のメッセージなんでしょうね。なるほど、はい、まず初球ストライクを取りました。150キロ。6月23日以来の一軍登板。3ヶ月近くこの一軍のマウンドから遠ざかっていました。引っ張ってフェアです。長打になります。一塁を蹴って二塁、余裕を持って到達しました。サンタナ、ノーアウトランナー二塁。さあ、そしてオスナ、153キロ、37のセーブを上げました。大勢、右方向の打球、ライトの丸下がってセカンドランナーがスタートを引きます。そしてボールは三塁に行きますが、ここはランナーが進んでワンアウト三塁です。帰ってきた大勢、初球を打ってどうだ、この距離は。ライトの丸、サードランナーはスタート、来た。さあ、ボールが帰ってくる。タッチはセーフです。帰ってきました。スワローズ同点。センター方向、こちら向きになって取りました。復帰登板、体勢1点を失って同点。これから9回の裏です。